旧館の旧高原ビル国際東船場113ビルは徳島県徳島市東船場町一丁目に位置する商業ビル。旧称は千代高原。光の88箇所を巡りに選定。1932年に建造された旧館、旧高原ビルと1998年に増築された新館で構成される新旧二つの顔を持つ複合ビルである。 1998年に新館が増築され、高原石油株式会社の本社ビル、千代高原として開業。変わって2008年5月に株式会社国債の所有となり、国際東船場113ビルとしてリニューアルされた。新町川にかかった新町橋田元の新町、ボードークと、それに並行する、東船場通りに面した位置にある。 一階の通路は通り抜けができ、新館側と旧館側を接続している。ボードウォーク側に建設された鉄骨造り5階建ての新館はカフェやデジタルコンテンツ制作会社等の店舗が入居しており、2009年4月には u f o テーブルの徳島スタジオが開設された。東船場通りに面した旧館の旧高原ビルは鉄筋コンクリート造り3階建てで、 昭和初期の都市建築の様式を残すビルとして1997年に国の登録有形文化財に登録された。1945年7月の徳島空襲で市内一円焦土と化したが、この建物は当時では珍しかった、ドイツ製キッコアミーリの窓ガラスのおかげで戦火を免れた。なお、大火による、 熱割れや縦横に亀裂が走る窓ガラスもそのまま残されている休館の2階には古典、展示会などのギャラリーとして利用される新町川文化ギャラリーがある2017年1月時点の入居テナント1932年に建造された鉄筋コンクリート3階建ての急高原ビルは現在国際東船場113ビルの休館となっているが歴史ある このビルの2階の一室を古典、展示会などのギャラリーに利用している。展示スペースとして公開し、人々に活用される、テナントビルとして使用しながらも保存していくということで、歴史研究家からも保存に期待が寄せられている。ありがとうございます。